その時おら小宮山って言ってたんですよって思バーン見逃してまさか小宮山さんって言えないでしょって言われて <laughs> でプロに入ると「お前どこの派閥入るんだよ」って小松組に言われてたんです<ー>で僕は小松組だったんです <laughs> <laughs> 9回ねみんなやっぱりこう年齢序列で結構先輩後輩ちゃんとしてんだけど特に中日は結構厳しいの、ね、だからビシッとしてるのホンマに。 中根って分かるよね近鉄から横浜行った中根さんそうそうそうあいつって俺の1個したやんか大学でも大学で3年生なのねあそうなんですかで小宮山いるじゃん小宮山って学年俺と一緒やけど大学ってあいつ2学年したんや2両したからあいつ早稲田で2つしたんやうんであいつ横浜最後ロッテから横浜に移籍したので移籍が決まって当時 横浜の,その主力で出たその中根っていうやつがねはい、はい、あいつ法制でいつも小宮山の方が1個学年下やからめっちゃグワーって,回ってあいつは荒いからちょっとでもインコースでやったこれ小宮!」って書いていつもやってたんだって <laughs> でやってたのに小宮山もうプロ何年かしてからよ <laughs> 移籍してきたと <laughs> で,で俺にさ打席,は打席でこうやってやりながら「<laughs> 古さん」今さら小宮山さんって言えないでしょ」って。 <laughs> どうしたらいいんですかって言って <laughs> こうやって構えて一球見逃してバンで撮って取ってそりゃでもしょうがないんちゃうかやっぱプロはお前学年やしとか言いながらでも今さら今大学の時にその時説明してくれた大学の時おら小宮山って言ってたんですよ」<laughs> だからってバン見逃して <laughs>「<laughs> そらでも無理やろ」とか言いながら。<laughs> それはは大学はねねありますよ、ねまあ、プロ来たら年齢やもんな、うん、やっぱり基本的には、ね、最近だと小宮山さんそのあれがね逆転現象起きたんでちょっと難しかったでねそうそうそうだから二浪するされると困るんだよだから金持ちゃんも金持ちゃん一緒やん,ん、ね、一緒ですそうでもまあ1個学年は1個したから檜山と一緒やんであの大学はだから今の阪神の矢野監督と、うん 後輩だからね後輩になっちゃううそうそう。だからあれめっちゃ大変やんか大変それがね俺これ檜山に来たことあんのよでね檜山が金持ちゃんが金持ちゃんとは学年一緒やから最初は三つ笹せんと別にねタメで喋ってた同じ学年やから同級生で全日本とか行ってたからで阪神来てどうすんのかなと思ったら「 矢野が1個上にいて、うん、で矢野は直属の1個学年下にもかかわらず金持ちゃんにもう同い年やねんからタメ口で行こうよって矢野がいい人やからでタメ口で行こうよって言ったわけほな矢野と金持ちゃんタメ,タメ口になったら今度檜山俺はどうしていいのってなるわけ <laughs> <laughs> 俺金持ちゃんと今までタメ口だったのに。<laughs> でそこから急にさんづけに変わった,ただからそこを境にあそこは同じチームになったからめっちゃ大変やったと思うそうか金本さんだから僕の時で言うとね、あのー、逮捕っていたじゃんあ逮捕さんもそうですかね,逮捕,ねで逮捕も俺学年一緒なのヨダも一緒やんかヨダ、うん、も学年大学四年で同じでいつも俺も逮捕逮捕ってね、うん、チンさんチンさんって呼んでたのに ヨダがプロに入った瞬間からなんか太法さんって言い出したの。ちんさんさん付けで二つえですもんね。二つえ二から実際のは年上やからヨダが急にヨダって言った監督がね、ヨダが急にお前太法にさん付けして出してさ、三人で喋っててめっちゃややこしいなったわけ。お前急に変わんなよみたいな。ため口で喋ってたやんみたいな。そうやね。だから最後最後の方俺もあの太法と喋る時っていうのもすごい微妙に。 ちょっと民口入れながらちょっとさんづけ微妙に探りながら喋ってたもん陳さんとか言ってたもん陳ン大砲だからねそう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 いうのあるかあるよあるよあるよここはなそんなのあんまないよなだから俺金本は入ってきた時は最初は様子伺ったらもうこっちはバリバリで活躍してたんでえの伊藤さんとか言って最初来たんですよ金本ちゃんの方ねそう いいやそれはわかるかだって俺プロ入った時にヤクルト入って池山をおなやかしたからはい、はい、池山もう6年経ってもスーパースターやんほ、うん、んで俺6年後に入ってきて俺おな年だしじゃねえけど急におな年しとか言えないやん。うんうん 俺本当に最初の一ヶ月ぐらいはさん付けしてた池山 <laughs> いやいやごめんなさいこれ自慢じゃないですけど古田君は本当に僕にもめっちゃ優しかったです、うん、意外と近かったですもんねおどうするって, <laughs> ってすっごい優しかったんです遅いですよねプロ入りが触って違うんで<ー>いやでもわかんないですよねもうプロ入った時にこの人年上か年下かその微妙なとこあるね,微妙,あるね微妙だと僕もだからそうなった時は向こうが あの挨拶してきて <laughs> たときに「おーおー、えー、って言って後から選手メーカー見て「あれあ年上だっ、ね、た? <laughs> あるよね」あるある絶対必ずみんな選手メーカー見て「あ俺より先輩だった」どっちがやったらお前態度悪いかったです <laughs> 昔なんか態度悪かったもんこいつだからもうあの大魔神佐々木さんも俺のこともうすげえ態度悪いって <laughs> いつもあのハワイでさいつも1月会うんだけどもう俺には目もこう合わせてくれんかった 輩はんでですか 1> 1個上ご飯食べてて、うん、福留浩介と飯食ってると大体いい飯屋さん一緒になるの、うん、そうするといや1個上って知ってるから、うん、で福留浩介やっぱ離れてるね、うん、こうやって「あっどうもこんにちは」って言ってやるんですで僕飯,飯食ってて「あどうも」ちってこうやってやるから「<laughs> やろう」ってなって <laughs> 今は仲いいんですけど昔はね態度悪い 僕が行った時はまだ上の方が結構いたんで,でやっぱ上の人がいると緊張しますねやっぱり立浪さん谷繁さん山本さん、うん、山崎さんその当時いなかったんですけど僕が入った時はいたんで、ねうん、やっぱ上の人がいると結構緊張しますし普通に最初こうううあんんまり知らなないい人たちかそうもう全く分かんないですだから誰がスタッフでとかいっぱいいるじゃないですかねキャンプ行ったらでいろんな人がいるんで。 もももう全然何わからないんでで本当も大変ですでチームのやり方が全く違うのでで,でもやっぱりね球回ねみんなやっぱりこう年齢序列で結構先輩後輩ちゃんとしてんだけど特に中日は結構厳しいのよ昔から <laughs> やっぱり星、ま、野、あ、さんっていうのもあるけど、うん、でまああと立浪も厳しい、ね、厳しいというかねだからビシッとしてるのほんまになんか <laughs> 俺立浪とゴルフした時も。 立浪が僕、あ、昔はとこピン持ったりとか、なんか、し、したりするやんか、そういうのも。絶対立浪とか俺とかに、はい、ボール吹きますって言って、吹いてくれんのよ。吹いてくれて、ピン持って、もう、ピン、ール吹いてくれんかったね、一回,回。一個下だけ。<laughs> <laughs> ボール、ピンも絶対に持たせませんって言って、こうやって。だから、逆に言うと、立浪ともう一人つ、例えば、福留とかと。いたら、もう、その下のや奴らが、すげえピリピリするわけ。立浪さんに、させれませんみたいなのがあって。だから、そういう意味で言うと、本当に、縦のね。 厳しい名古屋地区はあるんですかねあのマスターズリーグがあったじゃないですかあっマスターズリーグありましたねあった時にその先輩その上下関係がものすごかったんですよ厳しかった厳しかった厳しかった誰誰タバコ買っとこう言ったら「はい」っつってもうだから川間さんとかその辺はすごく動いてたもんめっ川真田さんパシラしてたんですか あれは厳しい、小松さんとか厳しいわけ。え、違う、もっと上です。もっと上、もっと上。もっと上。小松さんも怖くなかったけど、厳しかったよ。だから、僕らの時代は車買うのにも。先輩の許可がないと。便使いませんでした。俺、それ聞いたことあるわ。本当です。それで、小松さんが言って僕は。俺らが、俺らに飛んでくる情報は、立浪が、立浪が。 見ててその二軍選手二軍寮に行ってベンツがあったらめちゃ怒るって言って <laughs> あのね田波の時は昔ね森祥吾っていう選手がいたんです、うん、でそいつが二軍のなのにベンツ乗ってきたんです、うん、で田波が激って「<ー>おいうるえ」と「<laughs> <laughs> お前何乗ってんだうるえ」じゃあ合ってるんだよね<で>僕らの時代は <laughs> あのー、ご存知の昔は派閥があったでしょ政治と一緒で。<laughs> 政治と一緒で、派閥があるんですよ。何何派、何派、何派。で、プロに入ると、お前どこの派閥入るんだよって、小、ま、松に言われたんです。で、僕は。小松組だったんです。小松組。で、小松組に入って。そうすると、小松さんの許可がないと、すべてダメなんです。<ー>小松さんって言って、僕だから、許可、僕車大好きやったから。もう、二軍の時から、いい車乗ったら。お前十年早いんだって言って。 こんんななもん乗ってくんな売れ!」って言われて買ったのに本当に売らないといけないので僕はそのベンツ乗ってたんですけど売りたくなかったんで、うん、ホンダのシビック買ってそれでずっと通ってました<笑>、えー、で笑っちゃうのは僕、えー、と26歳で結婚したんですよ、うん、で名古屋はの人は分かると思うけど名古屋ではやっぱりお城の前のキャッスルホテルが格、うん、式が高いとうん、うん、あそこで結婚式をやるのが 一種のこうステータスだったんです、プロ野球選手ね。あそこ一でやりたいなと思って、結婚することになりましたと。どうどう結婚するんや、式あげるんや。のキャッストルでって言った。あん？アメリカ人だ。ちちませんした。って言ってやらせてもらえないんです。あ。でやらせてもらえない当時あのできたばっかりのヒルトンホテル。どっちも僕は一緒だと思うんですよ。僕はヒルトンホテルで結婚式あげたんですから。 小松さんあのヒルトンホテルで結婚式をあげるんですけど「来ていただけますか?お」おヒルトンだったらええあんま変わねえなだろほんで当時はあの結婚式場があ,のあったじゃんあの <laughs> 結婚式専門の、うん、あああったねでそこで結婚式あげると小松さんめちゃくちゃ怒ったんですあ<ー>野球選手のくせして「お前そんなところであげるな」って「ホテルであれ」っていうくせにキャッスルはダメだって <laughs> <laughs> 全部許可がいったんです 森林の時はもう自分で選ぶんですかいや、それは選ぶんねあの近い先輩に言われるんですなんか言われるんだよね、うん、お前どうすんだよ、どこ入んだよ、みたいな <laughs> そんなことやる <laughs> そ,それはそんなことあんの <laughs> お前どうすんだよってか言われて、先輩にで、その近い先輩に行ってで、そんな一年生が小松の親分さんとそんな喋れないじゃないですかお前ゃ幸すって言うとおーって言って家来いって言われて昔はよく先輩の家に行ってご飯会があったんですよ で当時もその例えば彼女がいる時とは「彼女も連れてこい」って言って彼女と一緒に小松さんの家行って食事あの食べさせてもらってでも彼女はだから僕の嫁さんも行ったんですよ付き合って時そしたら小松さんの奥さんに「あなた結婚するの?」って言われて「あしようと思ってます」って「期待しちゃダメだよ」って言われたって言ってました小松さんの奥さん。<laughs> 結婚するんだったら期待しちゃだめだよって言って旦那にってその我慢ができるんだったらしてもいいけどって、うん、言われたって後とから聞きましたへえ<ー> <laughs> いい話ちなみになんだけど小松組のほかは何組があったのあの当時はね鈴木高将さんとかありましたあーへえ<と>ピッチャー野手はね宇野さんは一匹狼でのほほんとしてたからあれですけど なんかありましたよねそれは、ね、ご飯食べに行くときにやっぱりそのチームで飯食いに行くとかああもう誘われたら断ることはもう絶対できなかったですなんかわ,わかんないけど新人選手が入ってきたらどうだろうけどそなんか踏み絵踏まされるわけいそんな感じですお前どっちがいいんだよみたいなどっち行くんだよみたいな, <laughs> たいなそれはありましたね俺こっちっとくわみたいなお茶屋さんはないんですかあの人はもう一匹狼科みたいな <laughs> ベテランだし、ね、ベテランだったしょ <laughs>、えー 和田さんの時にはもうないんですかそやいややっぱりその年功序列とかそういうことに対しての厳しさはすごいありましたやっぱり立浪さんが一番野手では一番上でいたんでまあ言わないですけどそういった緊張感はやっぱありますよねそういう雰囲気っていうかうだから逆に僕は FA で行った時に、えー、とキャンプ終わって名古屋行った一発目にじゃあ飯行くぞっつって2人で。 いろいろこう教えてもらいましたうこうこうこう頑張ってやれどうだこうだっていうのが立浪さんが一番最初だったです酒飲まないんだよな酒飲まない僕はね立浪と飯一回食ったことがある山崎さんも酒飲まないじゃないですか<の>飲まない同士ではない一回もやっぱり飯食ったことなくて仲悪いっていうよりもやっぱり年が近くていつも立浪ってやっぱりドラゴンの象徴じゃないですかうん、うん、ミスタードラゴンって言われてうん、うん やっぱり僕たちも現役の時はやっぱりね多感だしあいつには負けたくないあいつよりも給料もらいたいってそんなプライドばっかりの塊だったじゃないですかだからやっぱりこうある意味ライバルだったんですよ、うんうん、いや俺ホームランを取ってるしのみタイトル取ってねえじゃんとかそういうやっぱり仲は悪くてそんなやり合わないんですけど、うんうん、そんなことがあってね現役中一回もだけど現役やめて4年前に。

それからすごいこうなんていうかよく喋るようになりましたけどね。<ー>基本的にはあんまり喋らなかったですよね。うん、ロッテは派閥がありました。あった。あった。<laughs> 僕はごめんなさい知りませんでした。<laughs> <laughs> いい顔してました。え何派閥教えて。えっと西村派閥と西村さん。愛好派閥です。愛好派閥。そこはでも西村さんと愛好さんは会えへんわな。はい。なんか。 性格的に、はい。僕はうまーくいってたみたいです。あ<ー>後でそれを聞いて。ちょっとぞくぞくとしましたね。<ー>はい。<ー>これいいのかな。<laughs>